中日ファン、とんでもないタオルを掲げる。くさ。お前パーン。バチコラっぽく見える。これマジ？本当にこのスタンドでこんなタオル掲げたら袋叩きにされるんちゃうの？9時の中継に映ってたからガチやぞ。やっぱお前ってあんま良くないな。ニコニコでくさ。楽しそうでくさ。米がなくてくさ。中日のグッズってちゃんと売れてるんだ。変わらんのはお前らファンもやろがい。負けても負けても行くから変わらんねん。中日ファンって勝っても負けても楽しそうやな。試合後の球場にいる連中を見る限りそんなことはないぞ。立浪さんの休養が一番の楽しみやぞ。やべえこのタオル欲しいわ。やっぱチュニドラさんはセンス良いな。